はい、どうも、ゆきです。昨日 iPhone12 ミニが届きまして、使ってみての感想ですね。1日経っての感想です。その前に皆さん、こちらの T シャツに目が行くかもしれないですね。これ二次三次の舞本圭介さんのグッズになります。なんか可愛くて買っちゃったんですけど、はい、それは置いといて、感想としましては、小ぶりで使いやすいです。女性の手だとちょうどいいですね。本当に小ぶり、小ささを求めるのであれば iPhone12 はおすすめです。今これ12で撮ってますからね。で、これね、 TR もうそろそろ返すんですけど、でかいでかいんですよ。これよりはね、重いしね、重いんですよ。確かあれ 10R ですけど、10S よりも重量はあったはずです。で、手にフィットしやすい、軽い。その後やっぱり小さいので画面もおのずと小さくなって、見づらいと思う人は見づらいかもしれないですね。あとは別に、データの中に入ってるアプリとかもね、こんなアプリも丸々サクッとそのまま移行できたので、飛ばしちゃダメだよね、移行できたので iPhone ってすごいなと思いました。便利ですね、iPhone 同士の移行、データ移行はもうアプリもそのまま全部まるっと映っちゃうんで、それぐらいかな。特に目新しいっていうことはなかったですね。私はそこまで全機能をフルに使い倒してないので、でも小さくて、そうだな、売りはもうとりあえず小ささですかね。小さくて軽いのが売りですかね。あと中のチップ云々に関しては、こだわる人はこだわるでしょうけど、日常使いではそんなに困らないです。そうですね、これは、今ので iPhone mini の使用した感想ですね。で、話は全然ちょっとそれるんですけど、私このカメラ機能でね、 10R にもあったんですけど、何ですか、カメラの HD4K とか3060っていうのが、なんかこっちかな、隅っこに現れるんですけど、今まで知らずに、昨日はね、お絵描き動画を1時間半かな、あれは HD の6ん、HD の60で設定したら、その分やっぱりコマ数が多くなって、で容量が増えるのかわかんないんですけど、携帯に落とし込むのは全然問題なかったんですけど、その動画を YouTube にアップロードする時の時間がバカかかったすごいかかった、なんか約 4,5 時間ぐらいかかったんですよ。ちょっと最初ね、1時間ぐらいちょっと様子見たんですけども、端末に
なんていうんですか、電池の容量も少ない状態でやってしまって、で充電しながらしてたらもう 端末がめちゃくちゃ熱くなるしっていうんで、ある程度フルにマックス充電させてから、そうそう、今度 Wi-Fi につなげてアップロードしたんですよね。キャリアの、なんだっけ、キャリアのデータ通信でやると、どうしても携帯自体が、その iPhone 自体がね、熱くなってしまうんですよ。なぜか。よくわかんないんですけど、そこら辺の理屈は。なので、そうですね。Wi-Fi でアップロードした方がいいかもしれないです。そんなに発熱しなかったので。5時間の間ずっとアップロードのためにデータを使うわけですからね。その代わりですよ。他に、家の Wi-Fi でね、他にいろんな端末つなげてたら、今度 Wi-Fi ルーターが熱くなるので、そこだけお気をつけください。通信速度もバカ落ちます なので、もう1時間超のもので、また容量のでかいものあげようとするんだったら、寝るときがおすすめですね。もう泣く泣くしたんですけど、昨日のあれは HD の60で撮りました。で、今撮ってるのが 4K の60で撮ってます。多分もっと容量でかく撮るんだろうな。ちょっと試しで今こうやって撮ってるんですけど、10分弱ぐらいで収めようと思うんですけど、またそれについてはブログか、またこうやって Vlog でお話しすることがあるかもしれないです。ということで、今ね、7時前ですかね。ご視聴、突然ですが、ご視聴ありがとうございました。